攻めるよ。今回ご紹介するのは警視電動ガン QRF モッド1 TEG。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハイキュー。はい、どうもデメリーです。どうも、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございますね。一発目の撮影でございますよ。オンネックしてなかったね、よくは考えたら。そうですね、オンネ一発目の撮影ということでですね、今回からまた2021年からですね、ソロになったわけですね、映る側は。はい、また2人というスタイルですね、ここ2人なのか、その他多数、ここでいるかもしれないけどでですね、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今ですね、一応緊急事態宣言がちょうど出ておりまして、ちゃんとマスクしてる。マスクをですね、してるんですけど、したらもう前見えないんで、ちょっと勘弁してください。ここで鼻出させてください。マスク前見えない。これね、もう曇っちゃってね、鼻出すってことです。そうですね、もう全然レビューにならないので、ちょっとこの状態でやらせていただきます。2021年もですね、ちょっと時間をね、調整してもっと見やすくしたいなと思ってますので、なるべくちょっと無駄話が減ったなと思ったら、お友達会とかね、そういうのでぜひぜひ無駄話できるようにしますんで、よろしくお願いいたします。そうなんですか。ちょっとね、はい、時間をね、意識してみようと思います。ちょっと時間意識で、わけでですね、本年一発目、告知をですね、まずしてもらう。あ、もういいですか。あ、どうぞ。はいはい、当日の舞台裏生配信ということでね、定点カメラでお送りしてます。こちらの方、デメリューが見…もういいや、省略していこう。省略していこう。はい、概要欄の方にリンクがあります、こちらの方見てくださいと。そしてモザイクナイト水曜日、モケポドクの迷彩教育、こちらの方のね、はい、BFM さんっていうね、ラジオ局で、コーナー持っております。もうね、面白いと思いますよ。もう40何回やってるから ね、 そうですね、あともうちょっとで1年。はい、はい、まあ、YouTube の方でもね、舞台裏配信してますんで、ぜひご覧くださいと。で、デメグラビューモケパインフォメーション、ちょっとデメグラビューの方がね、緊急事態宣言っていうのもあってね、もう全く動けないですよね。もうなかなかフィールドさんにね、取材に行くっていうのもね、フィールドさんもね、ちょっと今はってなっちゃうんで、まあ少しずつちょっとね、違うコンテンツもちょっと盛り込みながらやっていきたいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いしますと。はい、どうぞ。はい、というわけ で、 ご説明の方をさせていただきましたけども、さあ今日ご紹介する新年一発目の授業はですね、久しぶりにですね、茶こし様からご依頼をいただきまして、茶こしさんちょいちょい買ってくれてるんですけども、茶こしで受けろ、茶こしで受けろとですね、僕らのことをずっと応援してくださってる方、陰ながらじゃなくて、もう表でどんどん応援してもらって構わないと思います。茶こしさんからですね、はい、お借りしてる銃、これからまあチューニングになるんですけども、はい、ご説明していきたいと思います。これノーマルの、ノーマルです、こちら。はい、本日ご紹介するのはこちら、警視勢 QRF モッド1 TEG でございます。TEG って確か KSC の電動ガンという意味だったと思うんですけどね。電動ガンシリーズの TEG というモデルでございまして、はい、ざっくり言うとですね、ざっくばらんに、M4 風のフレームに9ミリ型のマガジンが入るオリジナルタイプのモデルでございまして、持った感じのフィーリング、非常に使いやすそう、剛性感とか質感とか、もうこのシーズンにとって最悪、超手冷たいの。いや、こんなんね、素手で持ってね、グローブしてね、やっちゃいかんよ。あのね、エッジもね、綺麗に立ってるのよ、これ。はい、スパッってこうね、切れ味がこうスパッとくる感じのね。まあ、グローブするのもしますね。指切っちゃう可能性があるからね、気をつけてもらってと思いますが、非常にスタイリッシュでかっこいいです。フレーム幅もね、狭くて。で、ハンドガードもですね、結構握りやすい小径のハンドガード、はい、となっていますが、じゃあですね、デメ流なのでですね、後ろ下部からですね、紹介していきたいと思いますが、ストックバットプレートですね、こちらワイヤーストックタイプになってまして、はい、こちらにボタンがあって、それラバーですか。これね、ジューシーです。ジューシーです。ジューシー、はい、すごい音してる。こちらね、で結構ね、セレーションというか立ってるんで、ラバーとは違うけどずれないと思います。
ですよ。ずれない。24時間でも大丈夫。24時間スーパーギャザー、うん、だからこれね、はい、今ストック何気なく外しましたけど、こちらのボタンずっと押してもらうとストックが外れます、はい、でワイヤーストックになってますので、このまま引き抜いてもらって、ここにリブがあるんですけど、引っ掛けが、はい、ここを下げてもらうと、はい、いらっしゃいませ、こちらに先住民の方がですね、はい、今リポバッテリーの、7.4 の2000というのが入ってますけども、はい、ミニサイズが入る、ミニサイズが下側にこう入ります、はい、でこれで中を閉じると、で閉じ方は、まあ、コードを噛まないようにこのまま蓋すると、なんとロックカチッと簡単にはまると、はい、でこれで装着完了で、ストックを後戻すとバッテリー収納は完了になります、うん、非常にね簡単、ミニバッテリー入るようにしてくれたのはね、非常にこういいことですよね。あとワイヤーストックだけ後で付けたいんですけどっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、ワイヤーストックがフレームを選ぶんですよ、はい、実は、はい、ここのえぐりが、なかったりするとストック当たっちゃったりするので、これは綺麗に逃げてますから、ぶつかることはないと思います、はい、でこれ贅沢仕様なのが、ほぼアンビ仕様になってます。ほぼっていうか全部アンビって言ってるんですけど、まずセレクターから見ていきますね、はい、これ HK シリーズみたいな、なんですかね、マークアイコンになってる文字じゃなくて、はい、ホワイトの部分はセーフティー、はい、セミオート部分、こちら側も連動しましたよね、はい、今セミにしてます。うん、切れ味の良い感じ、はい、でフロート、これもアンビでかなりいい音してるね、はい、ストラック、ストラックじゃねえよこれ、 QRF ですね。で、グリップがですね PTSZTL、贅沢な仕様になってます。フィールドで他の人に言うとバカじゃねえかと思われる。これ贅沢ですねPTS の贅沢ですねだから全タックって言いそうだよね。でマガジンキャッチですけども、こちら、はい、右利きの人はこちらですね、左利きの人はこちらにもですね、はい、両側ちゃんと連動しますので、はい、なんですか財政らしいということで、贅沢です。財前さんです。爽快心です。白いけど懐かしいな。財前先生だね。こちら右も左もね、はい、両方聞きますけど、マガジンが80連らしいですね、はい、でこれ専用マグなんだよね。で最後までできるように上まで勝ち上がる。これ流通は他ないのかな今んとこ。そうね、このノーマルマガジンだけ。これね、QRF はこのサイズで、はい、T6TEG は AR15 ベースにしてるんですけど、これはですね、ジャパニーズポリススタイルをイメージしたと。ジャパニーズポリススタイル、だから9ミリなんでしょうね。あ、うん、イメージしたのが。ちょっとこれを使っ、こういうタイプ使ってるの聞いたことないですけどね。まあ、こういう銃、もしかしたらあるかもしれないですけど、あるかもしれないって、オリジナルですからね、これ、KSC さんのね、はい、で、フリップアップフロントサイト、PTS ですね、こちらも、PTS 製の、サイトが見やすいんですか。これね、結構見やすいと思う。すごい、こっちから見ても大きく見える、ね、大きいのをこれで調整して、さらにちっちゃくできたりもするんで、頭いいね、はい、俺はこのサイトだけもかっこいいし、フロントも動ける、でリアも2段階で左右調整も可能、はい、で 20mm リレールバシッとねしっかり伸びてて、ここでつなぎ目があるんだけど、これねちょっと注目してもらいたい、こういうリブ、ちっちゃいリブ、アップしますか、はい、これがねガタ止めをかなり役に立ってるんですね。これ社外のをつけると、このリブがフレームに合わないとかそういうの多々あるんですけど、これきちっと合わせて設計されてるんで、ペットボトルちょっとよく、あ、こちらね、微妙に入ってるんですよ。このリブがね、はい、非常に役に立ったりするんです。実はこれがいい仕事をしたりします。はい、でボルトストップもですね、ついてるんですけど、ダミーなんですよね、これ多分効くのかな、効かないよね、うん、効かないね。アンビなんですね。アンビなんです、はい、こっちにもあって、こっちにももちろんついてる。
で、ハンドガードが M ロック仕様になってレールが2枚付いてます。 M です。デメじゃない。 M ロックです。ケイシさんもね、そろそろデメロック出してほしいですね。実銃メーカーがやんなきゃダメだよね。ちょっとじゃあ実銃のメーカーにね、今度 M ロック、デメロックで、これがなんかレールが付いてるのと、2枚、これあの、なんか見たことのない工具だと思うんですが、この銃はですね、魅力が一つあるのがサイクルエンハンサーによって毎分1000発付近でサイクル増減が可能になるよと。999から1100mps 程度のサイクルを調整することができるツールが今回付属しましたと。これ眼圧を調整するもんじゃない？違います、発射サイクルです。あ、なるほどね。発射サイクルをコントロールすることができたっていうことになりまして、まあ前までちょっと手間かかったんです、これ調整するの、はい、あと僕は調整するのはあんまりおすすめしてないです、サイクルをいじるっていうのは。これどこでどうやる？わからないんですこれ。でも六角なんだねこれね。で、後ろとか長い六角ですね。ストックの部分からアクセスそうな気がするね。多分あれだな、バックプレート外してなんかこう入りそうな感じだよ ね、ここからこう、はい、コントロールユニット、多分ネジでテンションをかけてって固めたり柔らかくしたりするんだと思いますよ。多分ここら辺でしょうね。まあ説明書入ってますんで、それはしっかり読んでください。まあこんな毎回調整するもんでもないですしね。調整しちゃダメなんだよこんなのは。僕はね、あのサイクルコントロールって言葉が好きじゃなくて、電子トリガーでもやっぱりね、いろいろこう負荷がかかったりもするんで、あんまりおすすめしてません。あとはバックアップとかも説明しました。多弾数120連マガジン、これ120連入るの本当に？多弾数80連じゃん。これ80連だよね。別売りがある、うん、いや、ね、このサイトを見ても80連って書いてあるんですよ、はい、サイクルエンハンサーはついてるけど、その贅沢な PTS もついてる、はい、それはね、あの2枚のERS マウントベースが2個付属してます。付属ついてますよねこの、はい、でも M ロックだよねこれ、企画はね、デメロックってね、うん、で、このアクセサリーがね、ハイダーが売ってるのと予備マグが売ってますね。ハイダーはね、3種類。それ特殊なんですか？特殊系なんですか？いや、形じゃないですかね、やっぱ多いのは。3種類今ね、ホームページを見ると、メーカーホームページ見ると載ってるんですけど、純正で一応出てると。 N400、N401 っていうの形が違いますね。これね、ホームページの方、ケースさんの見ると、まあ標準的な556のハイダーついてますけど、これだとね、というこうね、ボトムに1個ついてる形になります、はい、が概要をザクッときましたけど、グリップのね、握り角がね、いいね。贅沢なやつ。贅沢なのはね、なんかストレートっぽいね、グリップのトリガーガードもちょっとこう独特な、ね、MP5 みたいなね、トリガーガードのデザイン。中指が当たるあたりがグッとこうえぐれてるんですか？こちら、こっちからだと見えないです。こちら、いや、デメさんのだとこちら薬指ですね。あ、私薬指ですよね。えぐりはないね。あ、えぐりない、ストレートだねここ。ああ、うん、まっすぐなんだけど、そのまっすぐの、俺フィンガーチャンネルあんまり得意じゃないから。そうなんです、私ね、打ち方エロいっていうね、嫌いって言われるスタイルなんです、中指スタイルなので。これ中指で打ってるやつは信用できねえってたまに書いてあったりしますから。あ、そうなんだって思いながら、トリガー外してんのかなと思って入ってるっていうね。で、トリガーのね、フィーリングが深いのよ、そんなに手前じゃ落ちないのね。あのね、また言われるからね、言われるっていうか、ほら、結構奥まってから、このくらいじゃ全然反応しない、はいはい、結構奥からカツンと打てる状態のモデルでございます。あのね、使い勝手抜群にいいと思うこの銃。ただ80発だからもうちょっと弾数欲しいかもしれない。マガジンがね、どうかなっていうのは。マガジン一応別売してますね、3本セットでね。何本セットで、多弾層はないと。多弾は今のところ出てないみたいです。じゃあ長さんいくよ。お、もう一気にババッときたけど、これでもね、結構ね、今時間計ってるんですよ実は。ああ、安心してください、残り1分です、はい、え、そんなもんすよ。そんなもんです。長さ、じゃあ上がっていきましょう。10メーターメジャーでね、測れますか？久しぶりだからね、デミさんね。でかいね、このメジャー。あります？余裕っすね。554かな、554で短いまま、はい、
長くしてこれ何段階ですか？1段階2段階2段階うんオンかオフが取れるか3段階になるけど、そうするそこから入れますか取れるとこまで673だね。一番長い状態でもやっぱ短いね、まあ、俺は伸ばしても多分ちっちゃいと思う。俺の体にはもう1段階ぐらい欲しかったな。3つうんそうだね、うん、ワイヤーだからね。ここまで伸ばせばまた俺らの体型にも合うんだろう。これやばいね、マガジンの長さ高さ、はい、308ぐらいある。おこんなん立ててここ立ててこれ入れて、ま、あの眼鏡水入れたら折れちゃうし絶対よくない。あータイムアップ残念。いやそこで終わんないでしょ。いやー頑張ったんですけどね。そういうわけじゃないですよ。あー頑張りましょう。こっから延長戦だ、まあ、始まっていきますよ延長戦が。チャージングハンドルもアンビなんですね。これアンビなんですよ、右左で。ホップアップダイヤルが操作しやすくて、コリコリ今回はねクリック感ついてる、クリック感のある、うん、はい、形ですね。ですからあの調整しやすくなってます。ロックはしないので、これ引いた状態で、状態でやんないと、はい。あとは音ですね。音です。ちょっと呼んできます。これはじってもう延長線入ってるからね。延長線、延長線入ってるからね。あいやー尺があるのでちょっと測っていくよ。では耳元からね。15分って早いんだね。いくよ。ちょっと待ってね。はいどうぞ。セミ 95.5。 いい音してるこの銃、すごい。フロート99.7。 これ下手すると丸よりギアなりしてないかも。そうだね音は、はい、銃口 105.7。 フロート 110.4。 機関部 110.9。 フロート、フロート114.7。 あのね、打った感じ嫌な音がしないのね。すごい好調なバランスの取れた音がする。あれこれまだやってないんだよね。まだやってない、ね、すごくいいノーマルの素材の音がこれ、この機種の今、茶子さんのこれからベースになるやつなんだけど、すごくいい。バレルって結構ギリギリまで、バレルね、ここまで来てると思う。結構目いっぱい長めに。なるほどね。だからね、抑えるところはしっかり抑えられてるモデルだと思います。まあじゃあ買いかな。これ面白いね。俺どうも、ただこのキューミーマガジン、まあこれがね、あの一つのまあ特徴でもあるんだろうけど ね、まあ、見た目がこれが好きだっていう人も多いからね、うんうん、面白いと思います。はい、じゃあ報告してくれ、バイバーイ。ああほんといい音してるな、これ。バランス的にも良くて、今のコンパクトガンの人気、あれ終わった、終わった。ああコンパクトガンの人気がある、形で、はい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 、ちょっと一つ群を抜いてるかもしれない。なんかすごい、そうそう、なんかいい陽気な音楽が流れたけどね、今ね。ジャジーだったよ。ジャジーというか、なんかファンクというか。じゃあね、重さの方を測っていきますよと。全国のつらさの皆様お待たせしました。デミちゃんのつるしばかり、右手の親指ですね、こんな。親指ですか？金属のフレームなんで。親指にかける重いが重いってことでね。重いんですよ、これ金属フレームなんでね。どうでしょう。あ、一周ですね。2795。意外とあるね。あ、3キロ近い。あのね。一応こっちでもいいですか？あ、嫌です。お願いします。これデータ、データ。これ嫌です。データとしてお願いします。これね、これ嫌なんです。大丈夫ですか？不正ないですか？止まらないですか？はい、2700です。本当ですか？2700です。体重です。2770ですね。でも本当ベース銃、ベースじゃなくてこのまんまで使えるんじゃないかな、これ。よくできてる。ハンドガードの握りやすさも本当よくできてる。コンパクトになって、おいくらぐらいなの？これね、39,800円とかだ。あー、なるほどね。メーカー規模が、あー、でもそれぐらいするよねっていう。うん、39,900円税抜きなんで、メーカーさんサイトが、
模型パドックだともまた値段がちょっと変わってくると思いますので、まあ、3万円後半台模型パドックでご購入いただければと思います、はい、これから実写パートの方でですね、性能を見ていただければと思います。それでは実写パートの方へどうぞ。まーちゃんとともちゃんのモケパインフォメーション、イエーイ。はい、今回ご紹介いたしますのはこちらです。ダンアリーナです。はい、こちらは全国対戦ができるシューティングゲームになっております。すごい楽しそうですよね。いろんなゲームで遊べるんですか？そうです、自分で選んで好きなゲームを、はい、初心者の方でも気軽にできますね。はい、どうやって遊べるんですか？まずはカウンターの方に来ていただいて、レンタルがあるのでそちらを使って遊んでいただきます。はい、皆さんぜひやってみてください。やってみてください。はい、皆さんが教えてくれるようにやってまいりました。予定より1時間早いです。1時間も早くですね、射撃パートに来てしまいまして、まあ寒いですしね、冷えていきますしね、これからどん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 体調よくもね、悪くなっちゃったら困りますからね。一応開けましたけど、また換気をね、そう強化していきますけど、寒いですよ。てなわけですね、外気温は3度でございます。それじゃあですね、 QRF ですね、はい、ボットワン、を実際試合していきたいと思います。もちょっと自分可愛いと思ってるアイドルやります。すいません、ちょっと意味がよく分からないやつ。上目遣いでカメラを。それで私は腰低いんですよアピールして、やっぱ誰かディスってんすか？いや、特には思い当たるのないですけど、俺はそういう人多いなぁと思ったんですよ、この業界。今の感じの人だって変な人ですよね。ただの変な人になってました。そうかね、はい、すげぇ、90ジャストだ。89、はい、98.3。 すごい、 98.3、 すげえ高いな。 99.15。 99.15。 もうこれ箱出しやで。大丈夫ですか？ちょっとでもホップが腕かかってるのかな。あ、やっぱりそうだ、ホップ落としたら87だって。ああ、87.87、うん、トップの具合です。95、冷えてるから安定はしないよね。 5.03。 まあ90代には乗ってるけど、なんかもう、まあ、これはね、茶越さんからもモデルなんで、ここからまた難読調整とか入ってくるんで、現状はいいんですけど、ちょっとノーマルだと高めなのかな。ガーナツ、あ、壊しました。毎回やります。ちょっとね、フォーパックも見てみましょうかね。切れ味いいな。アナログの切れ味ができるやつ。
感じよ。すごく打ちやすい。当たるわ。ワンシャです。これめちゃめちゃ打ちやすいわ。これね、クマちゃんにとってはね、苦痛だと思うよ。ちっちゃ。当たるわ。めちゃくちゃ当たるわ。ちっちゃい。なんかボーイズ持たれてる方。いや、フルサイズ。18斤。違うもん持ってきちゃったかも。いいえ。ことはございません。今日も当たるじゃん。すげえ当たる。持ち味もいいし。なんかさ、えぐね、切れ味とか。切れはいい。あと、弾道も素直。すごくよくできてる。えぐね、えぐね。いいわ。ほんと、えぐねって感じ。うん。こんなに良かったの。あと何、重量感もいいね。いいよね。バランスもいいんだよね。グリップ細いんだね、これね。あれだね。この贅沢な。贅沢な PTF。 贅沢な贅沢だかなんだかの在宅在宅だ、在宅だ、在宅在宅在宅だ PTF。 在宅だ、これ壊した、あれ。そういえば俺、完全に忘れてたけど、棟梁からなんかあれ直すためのパーツこれ買ってってなんか来てたような気がするな。やべえ、まだ買ってねえよ。短いね、比べると。ちょっと狙いづらい。選択だね。ちょっとやっぱ縮こまらないと体でかいとかないと。ポールちっちゃくして。キングポール、かっこいいっちゃかっこいいな。かっこいいと思う。見えない。ちょっとちっちゃすぎんな、これ。フル音。なんか嫌な抵抗で止まってる感じじゃなさそうだな。あんまりこの右のやっぱね、が当たるっていうのが私は気になって気になってしょうがないんですけど。もう肉えぐる？もうそっち肉をえぐるんだ。もう銃に合わせて。昔あったよね、なんかエアマックスサイズ合わないから足を合わせる。足を合わせる。一回フロート。いいね。あとこのスリングスイベルがこう、肉を戻そうとすると当たりますね。そう、ワイヤーストップの特徴でもあるけどね、こういうのは。ここ。ちょっともう私の今指がちょっと全治1ヶ月ぐらいの。あんまりここは気にならないんで。中指トリガーだから気にならない。なかなか。こう変えないから。もう変えるときにパンってこう結構上げる癖がある。もう変わってますセレクト。変わってるんですけど、多分俺は跳ね上げないからね。パチンって上げる。こうやって跳ね上げる。セーフティー戻すと結構跳ね上げる。
グーチョキパーでグーチョキパーでパーはダメ。急にってなんか生っちゃったけど急にどうしました。いや、パーンと弾く時パーでグーチョキパーでって以上です。ただ単に思いついただけです。はい、はい。QRF もっともワンやりましたけど、まだまだ俺らの知らない銃でいいのいっぱいあるんだね。ケッシー。ケッシーさんのって他やったりもしてたけどね。だって随分昔だよね。そう。可変の初期のモデルだよね、多分ね。じゃあもうあの正直なところで言うと、候補に入るか入らないかで言ったら、価格もそんなにバカ高くないから候補に入るかもしれない。これがさ、8万円っつったらいらねえよと多分言うんだけど、3万9900円の税別が KSC さんのサイトにあって、まあまあまあ、うちだとまた変わってくると思うんですけど、販売額が、まあ、その前、まあ、その下ぐらいかなっていう感じだね。うん、でも初期の選択肢に入れてもいいね。3万円超えないとダメだって生で見ると言ったりしてますけど、丸井の3万ではなく KSC の4万、これ全部これだったらいいよ。この性能だったら均等に。ただちょっとさっきコップねかかってなんだろう、なんか俺でも弾道がちょっと安定しなかったんだよ。まあまあ、 敵を持ってもらうから手が当たるとかセレクターでもうちょっとあのこれ直々系だから相性が悪い。もう QRA かもう、あ、そうっすかじゃあいいっすよ俺、うん、じゃあ俺あいいっすよもうそれなりに飛びますよ。まあでもそういう相性も大切だからね。あと、硬い人には向かないかも。ちょっと狙いづらいのかな。ちっちゃい。だいぶコンパクトに構えないと。いや、明らかに下手か明らかに不慣れな感じでましたけど。スイッチして 顔にストック当てちゃったか。左はやっぱダメだ。だから左で当たんねえんだから右で打つよ、俺は。こうやったらこうやって打つよ俺は。いや、できた方がいいんでしょうけどね、左打ちも。でも俺の左打ち銃を自分のを信じるんだったら、このサイズの銃を引いてこうやって打つね。まあデザイン的にもね、でもなかなか今の流行りのスタイルを走ってるのとちょっとね、あの人と違うデザイン性っていうのは面白いんじゃないかなと思います。良きです。これからさらに良くするために、カスタム工房が全開に、パドック工房が全開にいろいろあるので、はい、これ着したんだ。これ着したんだ。はい、これからカスタムだって。はい、していきたい。カスタムは普通にできるんですね。わかんないんですよ。あれ、はい、まだ上げてないよ。これからね、これからいろんな何ができるかっていうのもね、品定めをしてきますので、ぜひぜひ、まあ、チューニングのご相談なんかは直接ご連絡ください。そんなわけで私たちデメ流なんですけども、また2021年は、基本的に、野郎ばっかりに戻りました。イエーイ、このむさ苦しさのまままた行かなくてはいけないという、状態なんですけど、まあこれでね、昔ながらに戻りましたよということですから、ぜひぜひまあ追ってきてくださった人たちもまた男かよと思うかもしれないですけど、まあお付き合いいただければと思います。そうですね、チャンネル登録、お友達登録と僕ら言ってますけども、友達の場どんどん増やしてですね、おじさんたちのパワー出していこうと思いますのでね、活発に交流をしていきたいなと、思いますので、ぜひよろしければ、怪我には注意とかね、はい、もう年いってるんですかね、あのね、むちゃボケして足取れるとか、物を運んで階段から一人でこけてるところに撮影スタッフ一切気づかないとか、そういうこともありますから。ありますからね。俺は30秒ぐらい来るの待ったのカメラが来るの30秒待ったのちゃんと工房所来てたでしょ。大丈夫か、スマちゃんだけだよ。ここでは一切音聞こえてないんですか。何も起きてないっていうどうしたのって。そう、あのクマちゃん大転倒してたってことがありましたので、しょめそれでですね、コメント、皆様から温かいコメント、応援コメント、アンチコメント、いろいろありますけども、いろいろコメントいただいてます。ありがとうございます。YouTube チャンネルの方もですね、コメントいただければ目を通しておりますが、返信はですね、今、マネに全てを任せてますので、気が向いたらマネから帰ってきますので、よろしくお願いいたします。在庫確認はね、あの店頭の方までお願いいたします。ポケパドックの店舗、の方のお電話番号、あるいはメールアドレスの方にお問い合わせいただければと思いますので、はい、コメントの方ですね、ちょっとレスポンスが悪くなっちゃったり。
はい、値段とかもね、ちょっとあのサイトによって違ったりとか、そうなんですね、いろいろありますんで、ぜひ店頭の方まで確認してください。はい、それともですね、あとですね、新しくなったのがですね、はい、以上なんですよ。そういうことです言って言ってくれる。いや、なんかこうポンって出てると思いますよ、横に。あ、なんか分かったら、うん、分かったらデビさんのこっち側にも出てますから。これですね、モケパドックはですね、いよいよ公式アプリが、あらできまして、これはですね、なんともですね、人間の差別をしようということとカードシステムになりまして、ね、買った金額でカードのポイントバック率が違うと、なんとですね、下はスタンダード、通常モデルからですね、スタンダード、ゴールド、銀、あ、違いますね。いや、だからぐちゃぐちゃになってますけど、スタンダード、銀、銀から始まる、シルバー、ゴールド、銀、ゴールド、白金、プラチナ、さらにはオリハルコンとグラフ、オリハルコンはオリハルコンの、はい、そうなんですよ、はい、オリハルコンっていうブサ見たことないんですけど、うちの最高ランクはなんとオリハルコン、これご購入金額とあと返還、還元率が、還元率でこう 6%、はい、4%、5% いろいろ変わってくるんですけども、だ一番最初スタートダッシュの時にはもうモケパドックで物を買っていただくと 6% というと還元率、まあ、これは年間100万以上お買い上げとかあるんですけど、案外行く人いるんですよ、実は狙ってくださいって言いたいんですけど、もし可能だったら俺ハルコン見てみたいな。まだ誰も作ってそこまでくれてないから、まあまあまあ今年始まったから、ね、始まったわけです、1月の2日からさすがにもうね、この10日間ぐらいで、ね、100万買ったって言われちゃうと、そうなんだよね、それはそれで、ね、もう今年は買わないでおとなしくしなさいって言いますよね。いや別にあの欲しいものがあったら、いやいや、ポイントバックで 6% も返さなきゃいけないんですから。いやいや、いいじゃないですか、それだけ買っていただいて、もう100万買ったらおとなしくしなさいよって、また来年100万買いますよ。お友達をこう紹介していくとまたポイントもらえたりするんですよ、ね、そうなんですよ、ね、何か危なそうな感じですけど、はい、大丈夫です、友達を紹介したらそれだけでもポイントがつきます。ネズミ講じゃないですね、なじゃないです、ネズミ講じゃないですね、ちゃんとモケパドックのそのシステムで、ね、広げてもらいたいと、親から子へっていうシステムじゃないですか。じゃないんですよ、ね、大丈夫ですね、儲けるのは親のみですから、別に子は儲けないですから、だからネズミ子、ネズミ算式に増えるじゃないんですよ、親が儲けるだけなんですから。紹介特典っていうことでそれをやってる。そうです、あの教習所のね、はい、お友達特典とかで5000円割引になったりとか、そういうのと一緒です、だから人連れてこいって言ってんだよっていうね、そういうことを始めましたので、ぜひ興味がありましたら、はい、店頭に来れる方限定なんですけど、こちらポイントがいよいよちゃんと付与できるようになったりとか、お知らせメールとかありますので、よければアプリ登録、していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、てなわけでですね、久しぶりに一人でやりましたけど、何ですかね、デメがうずく、あんまり変わらないですはい、何かもっと心ぽっかり空いてるのかなとか、ここにいい香りをスンスン吸ってるのかなと思ったんですけど、キャハハ感はちょっとなくなっちゃいましたね。いいし、別にキャハハしてた、いいですか、マジウケる、マジウケる、ちょっと自分の声がタイムラックなんでそうですか、ちょっと音楽が BGM で聞こえてるかわかんないですけど、ずっといろんな音楽聞こえてるんですよちょうど音楽の授業だったんですよね、そうですね、はい、というわけでですね、今回もご紹介させていただきました、こちら QRF でございますけども、はい、もっと、これ数は非常に少ないです、入手したのが、はい、もしご希望がある方はですね、動画見たらまだ在庫あるかどうか分かりませんので、店頭の方にね、限定で電子トリガー版も出てたそうです、まあ、そうなんですか、はい、ちょっとお値段高くなったみたいです、今もうないと。こちらは多分アナログ版なんですけど、はい、これからこれに電子トリガー多分入れてきます、カスタムアップされた、あとから入れることも、はい、まあ一応金次第というところですね、やっていこうかなと思います。金次第ですね、ニヤニヤしましたけどね、今ね、こんなね、もうただで安く入ると思うじゃねえぞこんなのにっていう、きっちり取ってやっからね、口が悪いですね、そうなんで、俺一応候補なんだけどさ、2021年口悪い、口が悪い、タガの一つお前みたいに口が悪いってねやっていくよ今年もこれどこ入ってくる、どこ入ってくる、デトックスしてるからこれでな、ああでもねえこと、こうでもねえこと、あることないこと全部言ってるからな、ね、ないこと言ってたんだ、ないこと一生懸命言って、お前それでツイートで後でしてるんで、エゴサーチしちゃうから、うわこれ嘘なのにって
誰も見てくれなくなります。信じるんじゃねえ、人を信じていきんじゃねえ。あくまで俺個人のレビューだ。さあ、デメリュー、はい、今年もよろしくお願いします。それではですね、また次回おすすめする10でお会いしたいと思います。最後からそれではマイデビュー。勢いで終わるよ。ドラゴンちょっと覚えてみて、バイデビュー、バイデビューやがってチキショー。